はい、ということで水曜ブルーの島田達です。なぜ僕はこんなポージングをしたか、いやそれは見てください、こちらでん。今回ですね、ジ・アウトレット湘南平塚にあるですね、なんとサーカスを僕感激することになったんです。初めてですよ、サーカス見るの。なんかサーカスのイメージとかってどんなのですか？ライオン、ライオンが出てきて火の輪っかくぐってる、空中ブランコしてる、すごいジャグリングしてるとかじゃない。あとそれこそ今あのアトラクションとしてあれ多分楽しめるんでしょうね。なんていうんですかね、大車輪っていうんですかね、ああいうイメージがあります。もうほらもうお子さんもね、ああいう感じでテンション上がってるわけだから、人生初サーカス楽しんでいきます。サーカス公演を見た後の子供たちに遭遇しました。俺らちょっと待って、ちょっと一回作戦会議お話を聞こうと思ってこういいって言ったら、お子さんが何話す何話す、相当楽しかったんでしょうね。よし、じゃあ作戦会議終わったとして、みんなでせーのでどうだった？いろいろな演技があって面白かったです。めちゃくちゃ俺が言わしたみたいになってる。違うからねこれマジで、マジマジマジ、これ今回買ったの、これ買った買った、ないでしょ、かっけーって思ったの何っていう話もあるやん。そうそう、おーグンって、すげえ、ブランコダンス、ブランコダンス、ブランコダンスってのがあるの。違う違う違う、目隠ししてやった、目隠ししてやる、うん、あのなんか黒い帽子みたいなの、あとあのでかい大車輪、あそこ車輪の上、あれも目隠して、あれ目隠ししてやんの、うん、あっという間に時間過ぎちゃいそうだね、うん、すぐ終わっちゃった、うん、一瞬だよ一瞬じゃあお兄ちゃんも楽しんでくるわ今から、うん、ありがとう、ありがとうございます。お中入ってきたんですけど、いやもうお祭りや、見てください、売店とかもあったりして、食べながら見れるってことですもんね。これこんにちは、すごい、もうピエロの方いるし、あこんにちは、すごいさっきの子が着てた T シャツ多分こちらですよね。すごいっすよね、だから見た後に興奮してこれを買っちゃうぐらいっていう、これマジ初めてなんでどんな世界が広がってるかね、かなり気になるんですけど、わすげえ、あのアニメとかで見る世界と一緒やん。こんにちは、こんにちは、すごい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 、楽しんで、うわー音鳴った、行こう、え子供おる、子供出てる、あれ子供じゃね、マジで、うおーすげー腕力、うわーうわっ、なに、いやもう手品やん、やばいんだな、うわーうわっうわーすげー、あの、ちっちゃい子供じゃないあれ、なに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 、怖い、今から12歳の男の子をグーフベルトがなんと高さ7メートルの一輪車に挑戦します。いやあれ一輪車なん、マジ、いやいやいや、もう頑張れー、うおなんか舞台立つのさ、やあっち側のこう立場のことが多いんだけど、こんなすごいの見せられて、言葉の壁とか関係ないよね、言葉なしで熱意と迫力を伝えられるっていう、この命燃やすってすごいいいんだね、刺さるものがあるわ。さっき言ってた目隠しのやつかな、嘘でしょ、うわハハハハ、怖すぎ、うわ
ドリームフライヤー。うわー、すごい。うわーはははは。うわーはは。うわーはは。なに？なに？目隠ししてる、目隠ししてる。うわはははは。うわぁ、すごい。さあ、とんでもない公演を見た直後になんとですね、親子でインタビュー答えてくれるということで始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず皆さんのお名前から伺ってよろしいでしょうか。はい、僕はルーズベルトジュニアです。ジュニア、ジュニア君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、私の名前ルーズベルトです。ルーズベルトさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ覚えやすい、ルーズベルトさんとジュニアね。そして広報の、はい、広報の下津浦と申します。下津浦さん、一番覚えるのが難しい、下津浦さん。はい、いや、ということでですね、改めてこう見させてもらったんですけど、すごい迫力でしたね。あのサーカスのキャリアというか歴はどのくらい？ジュニアは10年くらい。え、あ、もうおちょ10年やってるの。え、じゃあ 2歳の時。え、あ、もともとですね、1歳から。1歳から。お父さんの姿に憧れ初めて舞台に立ったのはなんと1歳の時。それからサーカスの世界に魅了され、今では観客を沸かせるパフォーマーの一人なんです。今後トライしてみたい技とかはあるんですか？一輪車で縄跳びの二重跳び、はい、今目指してます。もうすごいですね。ここ来る前はなんか日本のどっかでまたやってたってことですか？平塚の前は熊本の宇城市。熊本？熊本の方で。この前は沖縄。あ、結構全国を回られるサーカスのチームということで、はい、日によって演目というか技は変えたりするものなんですか、公演って？そうですね、曜日によってあのプログラムの方も少しアレンジしていて、で例えば空中ブランコなど2チームあるので、うん、日によってまた違う雰囲気を楽しめたりとか、うん、なので一度だけじゃなくて何度も来ていただいてーサーカスを楽しんでいただきたい。結構な人数のお客さんが見に来られてると思うんですけど、でなんと間もなく3万人のお客さんを、はい、超えます、迎えます。武道館埋まるぞ。すごいっすね、3万人来てるの。はい、楽しい。めっちゃ楽しいです。これまた息子さんと共演できるの嬉しいんじゃないですか？嬉しいです、嬉しいです。あれ、いつも頑張ってるだから私は本当に嬉しいです。めちゃくちゃいい話よね。こう聞かせてもらったところで、こうお二人が手に持ってるじゃない。まずは皿回し、皿回しね、はっ、よっ、ゆゆゆゆゆゆ、オッケー。あとはバランスが。お。あ、すげえ。シャラーン。オッケー。え、やってじゃん。僕もお願いします。我慢、頑張ってください。あ、すごい優しい。頑張ってください。はっ。さ、話したと同時に。そう。おお。わあ。ちょっと待ってください。よし。いけそうな感じあったな。はい。そう。ああ。コツは。はい。回す。オッケー。そう。そう。Que tiene que hacer así aquí este. Ese es el movimiento así. Es así. よし。オッケー。晴れ、よーし、けい、およー、うわー、すげえ。俺何もしてねえ。よし、えっそー、あれは、はっ、わっ、できない、絶対にできない、絶対にできないからやらせんなって。2個、あべ、1、2、3、OK。ウノドス。おお、そう。ウノドス。わあ。ちょっと。左で先取るんだね。シュッシュ。おお、そう。はい。オッケー。さあ、
分かったことがあります。これ多分何回やっても今日中にはできん。もうすごい技を簡単そうにやる皆さんたちを見て勇気をもらってほしいなっていうふうに本当に思いました。ということで水曜ブルーの白又敦史でした。おー